サウンドロケス TV 高知隊長でございます。皆様いつもご覧になっていただいてありがとうございます。2023年10月21日土曜日でございますけれども、柏パルーザで行われました44マグナムのライブにお邪魔してきました。今日はですね、その時の様子をお話ししようと思っております。なんつってね言ってますけど、その時の様子なんてね、語れるわけないじゃないですか。もう大興奮ですよ、こうちゃん。もう大発狂って言ったらいいんですかね。もう完全にメタルキッズに昨日はなっておりました。まあ昨日はっていうかね、あの翌日に今とこれ撮ってるんですけど、もう昨晩行ってきたんですが、もう大興奮ですよ。もうパルーザにいた私はですね、あの新宿ロフトで、あのギャー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 こう騒いでた、あの工事少年と全く同じ状態だったということでございます。まず最初にですね、言わせてください。44マグナム最高だよと、もう俺のすべてと言ってもいいんじゃないかと思うぐらい、もう見ててね、もう本当最高にかっこよかったし、もうこれ以上の言葉は見つからないですね。そしてもう一つ言わせてください。冒頭ですが、はい、痩せますつってね、これ132回ぐらいも言ってますけれども、はい、痩せたいなと思います。はい、もうそのくらい素晴らしい、皆さんかっこよくてね、よくわかりました、本当にすみません。はい、頑張ります。まあそんなことはさておきですね。はい、昨日はですね、元レディースルームのギタリストであります A ちゃんと、あとアイドル田村と3人で行ったんですけど、でライブはまあ6時からということで、その前にちょっと軽く飲みますかみたいな感じでね、まあガソリン入れていかないとちょっと緊張しちゃうからさ、みんなしてさ、ちょっと飲みましょうってことで、3時ぐらいから集まって、まあ昔話しながら飲んだりして、で、その後にですね、じゃあそろそろ行きますかみたいな、5時ぐらいかな、お店出て、で、あの、柏の2番街にあります、高級スーパー、京北スーパーですね、ここで、差し入れを買って、まあ柏パルーザに向かったわけなんですが、俺初めてだったんですよ、中入ったのは、パルーザさんにね。どんな風になってるのか全然わかんなかったんですけど、まあ、A ちゃんはあそこでね、ライブやったりしてたんで、聞いたところによると、まあ、6名っぽい感じっすよ。6名かね、目黒のね。似てますよ、みたいな感じで。へぇ、そうなんだ、って言いながら入って。で、最初にまあ、楽屋の方にちょっとお邪魔して、最初に差し入れだけパッと渡して、まあ、ジョージ君と軽くご挨拶だけして、まあ、もちろん本番前ですから、そんなわー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 俺たちも騒ぐわけにはいかないんで、まあ、差し入れのものだけパッと渡して、で、それで、まあ、すぐ会場の方に行ったんですけど、本当にね、まあ、6名館よりちょっと、客席の方は広いけど、ステージはやっぱり6名館っぽいっていうか、すごい似てて、まあ、雰囲気も似てたかな。天井もものすごい高いし、めっちゃかっこいい箱でしたね。で、その時にね、A ちゃんが昔やってたブレイカーっていう歌手のバンドがあったんですけど、そこのドラムの方も一緒になって、4人で最初後ろの方でちょっと見てたんですよ。で、ライブワイヤーがバッてかかって、まあ、いつも通りなんですよね。ライブワイヤーがかかって、ET の手間がかかって、ライブが始まるんですけど、44マグナムというのはね。で、ライブワイヤーがかかって、お、やべえ、始まったよって言った瞬間に A ちゃんが、こいつさん前行きましょうよとか言って、前ちょっと恥ずかしいじゃんみたいな感じだったんだけど、気がついたら前から3番目ぐらいにいましたね、俺。もう、全然、うわーみたいな。まあ、今回、ご招待いただいて、まあ、ライブね、拝見できたんですけれども、まあ、やっぱり一応ライブレポート的なことをね、しなきゃいけないって、まあ、俺の中に、こう、使命みたいなものがあるんでね、騒いで見たら、レポートにならないじゃん、ってか分かんなくなっちゃうじゃないですか、と思ったんですけど、もう気がついたら、前から3番目でしたね。もう完全に、もうメタルキッズ、コージ君がそこにいましたよ。で、ET のテーマが終わって、雷がガーンと鳴り始めて、あ、もちろん SE ですよ。ゴーッと鳴り始めて。で、ジミーさんがこうギターをね、こう構えて、いつ来んのかな、いつ来んのかなって言って、まあ、ストリートロックンローラーが始まるんですけど、もう、ーみたいな。40歳ぐらい若返った俺が、17歳ぐらいになってる俺が、もう、イエー大発狂ですよ。並んでみてたの最初、A ちゃん、俺、田村。パッて気が付いたら田村がいなくて、どうしたのかなと思ったら、俺の隣だとちょうどね、ジョーさんが見えない場所だったみたいで、ちょっとずれて彼は見てましたけれど、まあ、ストリートロックンローラーが始まって、まあ、ストリートロックンローラーが終わるまで、まあ、曲で言えば、4、5分ぐらいあるんですかね。その間中、私、大号泣。ちょっと涙がうるうるじゃなくて、もう、ほんと声出して泣いてた俺。もう最高すぎて、もう感動しちゃって。まあ、昔のいろんなこととかね、思い出して。俺がさ、ああなりたかったんだよなって思ってた人がもう目の前。まあここのとこね、YouTube させてもらって、
まあ、そういう関係もあって、でジミーさんともお話もできるようになってね、またいろいろご招待いただいたりとかして、まあ、こちらの動画武道館に行ったりとか、新宿にもお邪魔させていただきましたよ。だけどその時はまあうるっとは来るんだけどさ、ああマグナムだよ最高だよと思うんだけどさ、今回はなぜか知らないけども本当に涙が止まらなくて、まあすごい近くで見れたっていうのもあるし、まあ田村とかね一緒に行ってた連中と見てる、そして何よりも柏で44マグナムを見てるっていうことにもう俺感動しちゃってて、柏だぜおいっていうね、もう本当にねずっと泣いてた、もう声出して泣いてた。だって分かんないじゃん、大音量なんだから俺が声出して泣いてたって、うん、俺の後ろにいた人はもしかしたら気がついてるかもね、こうやって涙拭ってるから俺何回も最高ってやってるからね、マジ最高だったね。まあそれはね、1曲目が終わって泣いてはいたけど、だん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 こう見る目が変わってくるっていうか、やっぱ真剣にこう研究し始めるっていうの、ジミーさんああいう弾き方か、おーおーポールさんこんな歌い方か、うんうん、おジョージ君めちゃくちゃかっこいいなとか、ジョーさんやべえじゃん相変わらずみたいな、でスティービーさんこんな歌い方そうだよね確かそうだったよねなんて自分の記憶をいろいろ思い出しながらこう見てるから、だん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 こう見方が感動からこうなんか調査員みたいになってくると、あんな感じか、おーおーなるほどみたいな、でも乗ってるんですよ。まあぶっちゃけ今日どこまで皆様が期待してるか分かりませんが、ライブレポートにはならないんじゃないのかなと思います。はい、かっこよかったっていうのと感動したしか言わないですか俺今日は。はい、すいません本当にね。ライブの、まあ、中盤ぐらいで、まあ、MC があって、でバラードやるよって言って、まあ You Love Me Don't You だなと俺は思ったんだけど、やるよって言ってまあ始まったわけですよ。俺ね前にもその話したかもしんないけど、まあロッカバラードと言いますか、俺あんま好きじゃないんですよぶっちゃけて言うと。ただこの曲は別、めちゃめちゃいいね。これでもまあ泣きそうになったっていうか、ちょっとこうこの最高とか言いながら見てたね、You Love Me Don't You に関してはね。こういうのが俺も作れたらやりたいけど無理だろうなっていうね。俺もガキの時に初めて聞いた時からかっこいいなこの曲とはもちろん思ってたけど、ちょっとそのバラードっていうのにまあ毛嫌いとまでは言わないけどさ、あるんですよちょっとなんか苦手意識がすごいあるんだけども、この曲に関してはもう最高、もう何回何百回聴いてもいいぐらいもう感動しました。やっぱねファーストセカンドの曲は特に俺は思い出が強いので、その曲を演奏されるとやっぱりね、まあまあキッズですよ完全に。俺左肩痛いのよ今結構、なのにもう両手上げたもん、わーもうやりっぱなしでしたよ、はい、俺肩上がるじゃんって思いながらライブ見てたからね、うん、そのぐらい感動しましたけれども。なんでアイモンファイヤーとかね、Your Heartとかね、ストリートロックンローラーもそうですけど、まあファーストセカンドのやつはもうとにかくやばかったです俺的には。はい、一緒に歌ったからね俺、マスクしてたけどもうマスクの中でも歌いまくってたからね、最高でした。あえてライブレポート的なことを言うとね、武道館で見た時とか新宿で見た時はそこまで俺思わなかったんだけど、まあ俺ジミーさん、まあ真ん中よりちょっとやっぱり上手側にいたというかジミーさん寄りにいたんだけど、やっぱりねジミーさんの音が今回すごくこう直撃してきてたんだけど、すげえいい音ね、熱い歪みっていうのがね、最近ちょっと俺も音作りに悩んでるから余計にそういうことを聞こうとしてたのかもしれないけど、うん、あれはねすごくまあ勉強になるっていうか、まあ、足元まで俺今回見てないんで分かんないけど、ものすごい分厚い音というか出しててすげえかっこよかったなっていうのと、ジミーさん早弾きしすぎてませんかみたいなちょっとスピード違反じゃないですかねみたいな、早弾きめっちゃするのよねジミーさん、ジミーさんが一人でまあギターソロ的なことをやったりするあのシーンがあったんですけど、そこでずっと見てたけどめっちゃ早弾きしてんのにめっちゃステージアクションしてるのよね。なんつったらいいの、よくそんな動きながらそんな早弾きできますねっていうぐらい。まあそしてね、その冒頭に言いました痩せるっていう話ね、ジミーさん例のやつのあの網網のあれ着てきてたんだけど、俺はねもう57歳、まあ、まもなく58歳になりますけど、57、8歳のこう肉体美なんですけど、ジミーさんはねほんとやばいよ、あんなの着れる人いないよねなかなか。まあ俺が
本当にね、もう本当132回目とさっき言いましたけど、132回ぐらい本当に俺痩せますって言ってて、全然痩せないんですけど、ジミーさんを見るたびにそう思うから、俺ジミーさんと一緒に生活したら俺も痩せるかもね。そんなことねえかわかんないけど、そのぐらい、痩せなきゃやっぱダメだなって思った。めちゃくちゃかっこよかったね。タマラにも言われたんだけどさ、コウジなんでこうジミーさんみたいにキュンとかできねえんだよとか言われて、真似できるかよあんなことみたいなね感じだったんだけど、あいつはねそういうやつなんですよ。すぐそういうこと言うの。自分できないくせにね、人にはやれやれ言うんですけども、はい。そんなわけで、まあ、ライブレポートにならないライブレポートでございましたという感じでございましたね。すいません。まあ、今回ライブが終わってから、楽屋にお邪魔したりとかね、いろいろな面でジミーさんにお願いしてたこともありましたが、元レディースルームのお二人に今回は大変お世話になりました。本当にありがとうございます。ジョージ君もねものすごい気遣っていただいて本当にありがとうございました。で、まあ、楽屋に入って、各メンバーさんといろいろお話しするんですが、まずねジョージ君と、まあ、ほぼほぼこんな長い時間話したのは初めてかなという感じで、まあ、イメージあるじゃないですか。勝手な俺のイメージだよ。怖いとかさ、暴れん坊だとかさ、怖いとかさ、暴れん坊だとかさ。あ、嘘、ごめんね。こんな気遣いの人いるのかなっていうぐらい、全部を見てるね、ジョージ君は。すべてを見てる。すごいわ。びっくりした。俺に対しても、まあ、軽いジャブ的な冗談を打ってきながら、昔話で盛り上がったりとかね、したし、こうちっちゃい声でこうなんですよ、あなんですよってすごい俺に気使ってくれてる言葉というか、ちょっと感動しました。本当にジョージ君にはありがとうございます、あ、この人はすげえわって思った、俺なんかとはちょっとレベルが違うというか、あんなに全部を見てて、まあ、いろんな意味でね全部を見ててやれてる人ってなかなかいないと思うし、まあ彼がこうやって今でも一線級で成功してて、いろんな人に慕われてるっていうのはよくわかるような今回のお話だったというか、まあ出会いだった感じですかね。はい、本当にありがとうございます。で、スティービーさんもねちょっと今回初めましてだったんですけど、お話をさせていただきました。ちょっとタバコ吸ってくるわみたいな場面になって、え、俺スティービーさんと二人きりになっちゃうじゃんみたいなところがあったんだけど、まあね、ちょっとお話させていただいたんですけど、本当すいませんでした。ありがとうございます。チャンネルを何回かご覧になっていただけているようで本当にありがとうございます。こんなんどうですか、あんなんどうですかみたいな話になってすごい参考になりましたし、こんな動画作ったらいいんじゃないですかみたいな、そういう話をちょっとしたんですけど、すごい面白くって、まあ勉強になったなというところでありがとうございました。で、ジョーさんでございますけれども、アイドルタムラを連れて行ったので、もうタムラがもう会いたい会いたいって言ってね、連れて行ったわけですが、まあ、この写真は世には出ないと思いますけれども、タムラがね、ツーショット、俺がこう写真撮ったりなんかして、本当にジョーさんありがとうございます。お忙しいところにね、本当すみません。俺、あえてそこはね、入っていかなかったの。もう二人のね、俺がほら、ジミーさんといっぱい話したいっていうのと同じように、タムラだって、まあ、ジョーさんとね、いろんな話したかっただろうから、もうあえてそこはもう俺も、こう見て見ぬふりじゃないけど、まあ、奥にバッとあいつが行ったから、俺だから写真だけパッと撮って、あとはもう、お二人でどうぞ、みたいな感じ。まあ、どんな話をしてたかもだから聞いてない、聞こえてないってか、俺ジミーさんと2人でツーショットとか撮ってたんで、めっちゃ撮ってて、もう俺ずっとね、ジミーさんはこうかっこよく撮ってるんだけど、俺こうほら自撮りだから見えるじゃない画面が、俺ねずっとね目がこうやってもうこうにっこりしすぎてこうなってた。俺マスクしてたんで目しか映ってないんだけど、目が細すぎてやばいんですけど、ジミーさんはかっこいいんだけど、俺はもう笑ってる写真しか多分ないと思いますけど、まあ、ポールさんとも、まあ、お話しさせていただきました。田村もね、ご挨拶させていただけて本当にありがとうございます。まあ、ポールさんってね、こう本当にニコってこうすごい優しい笑顔で、おう、コージーみたいな感じでやってくるし、まあ、田村にももちろんそういう風にしてくださってね、本当に嬉しかったし、やっぱすごい優しい方なんだなと、まあ、パワーももちろんあるし、歌も今回本当にすごいなと思って見てたんですけど、前にもね動画でお話してますけど、まあ、ものすごく優しくてものすごいかっこいい方だなっていうのは思いました。本当に、はい、ポールさんありがとうございました。そして、まあ、ジミーさんでございますけれども、ジミーさんと電話したり、偶然街中で会ったってことが本当は俺あったのね、ジミーさんとは。それはあえて、まあ、こういう動画にはしてなかったんですけど、でそういう時もお話ししてますが、まあ、今回はねいろいろとまたジミーさんとは別のお話をいろいろさせてもらったんですけど、やっぱりジミーさんも同じでものすごく
まあ出来の悪い弟子なんでね、まあ心配されてるというか、お前工事どうなってんねんこれはみたいな感じで、まあ説教とかじゃないですよ、いろいろと心配されて、こうした方がいいんじゃないのか、ああした方がいいんじゃないのかってお話はたくさん、させていただきました。もう本当にねありがたい話で、すごくこう、まあ、勉強になったりとか、いつもジミーさんはこうしろああしろとは言わないのね。お前はどうなりたいんだ、どうしていきたいんだっていうのがもう基本だから、それでまあそれに対して僕はこうなりたいです、ああふうにしたいです、じゃあこうした方がいいんじゃないのか、ああした方がいいんじゃないのかっていう話を、まあ、ずっとしてくださって、まあこれは俺の勝手な解釈だけど、ものすごいやっぱ愛を、まあメンバーさん皆さんそうなんですけど、愛を感じたというか、すごく嬉しかったし、まあ、勉強になるし、ああじゃあそうしようっていう意識がやっぱり変わりますよね、こっちでね。そういう点で本当にありがたかったです。まあね、ジミーさんと話すのはね、未だに俺緊張しちゃうんだよね。やっぱりガキの時から緊張してたんだけど、まあタメ口だったけどね、ガキの時は意味わかんないけど、まあ、ジミーさんが本当に なぜかこと近くに来て、コージなと、お前は初期のマグナムのスタッフをやってる人間だと、だからお前は全部に来いって、あの意味が分かんなかったんだけど最初はね、まあ、要するにお前はもう気にしすぎなんだよと、遠慮するなと、もういつでもどのライブでもいいから来いよということを言われて、本当に嬉しかったし、それはもう田村もそうだと思うし、お前らそんなの気にするんじゃないと、遠慮するんじゃないと、俺たちはもうファミリーなんだよみたいな、俺は勝手にまたそうやって解釈で撮ったけど、そういう風に言っていただけて本当に嬉しかったし、まあね、遠慮するなって言われてもまあやっぱ大先輩ですし、俺の憧れの人だからね、遠慮は多少はしちゃうけど、うん、まあそういう風に言っていただけて嬉しいんで、またこれからもね、いろんなところに、お邪魔しようかなと思いました。まあ、改めてね、今回あの最初に言いましたけど、本当大号泣しちゃうとかね、感動したとかね、まあ俺のね思いを表現するのはなかなか難しいことではありますが、 SNS にはそうやって書いたんだけど、どう書いていいか分かんなかったし、その表現が正しいかどうか分かんないけど、44マグナムは俺の全てだって書いたんだけど、正しい表現かどうかは分かりません、でも気持ちはそう思ったね。本当にライブ見ててもああなりたかったし、少しは近づけているのかな、それとも全然ダメなのかなっていうのは自分では判断つかないけれども、俺は将来ああなるんだっていう人たちが目の前にいて、いろいろとアドバイスもいただけてっていうのは考えていくと、まあ本当に俺の全てなのかなって。本当に44マグナムがなくて、あるいは44マグナムはあったんだけど、あの時にローディーをしてなかったら俺どうだったのかなって思うんですよ。もし俺がこの年齢までね、そうじゃない人生だったとしても、この年齢までバンドを続けてたとして、どこかの会場で例えばジミーさんに会ったりポールさんに会ったも、あ、44マグナムの方だ、で俺終わってんじゃねえのかなって思うんですよね。もっと後ろ側って言ったらちょっと違うかもしれないけど、その方たち、本当に尊敬できる方たちを俺は見てきて育って、そうなりたいって心から思っているから、緊張もするし感動ももちろんするんだけど、俺の全てだなって思っちゃうのはそういうところなのかなって。ごめんなさい、うまく表現できない、これなんて言っていいかわかんねえんだけど、44マグナムがあった人生と、まあなかった人生なんて考えたことないけどさ、携われて少しだけだけどね、ほんの数年間ローディーをしただけだけど、俺がその一緒に入れた時間っていうのは本当に貴重だったなと思うし、すごく俺の人生は変わったし、それで今でもその影響を与え続けられてるっていうのはすげえなって、あの本当に純粋に思いますし、ずっと憧れの方たちなんだなとも思う。それは人間的にもよ、演奏面とかかっこよさはもちろんそうなんだけど、皆さん本当に人間性が素晴らしい。俺はやっぱりそうなりたいっすね。まあライブレポートじゃ全然なくなっちゃったんだけど、本当に感動しました。もっともっと活躍してほしいし、もっともっと44マグナムが世に出てほしいし、俺はずっともうメタルキッズのままでいいんで、応援し続けたいし憧れ続けたいなと本当に思います。まあちょっとね、まとまりなくなっちゃいましたけど、本当に最高でした、ありがとうございました。まあそして今回あの会場で、何人かの方に声をかけていただきました、ありがとうございます。あの昔はね、あのこうサングラスとかかけてないと
気がつかれなかったんですけど、最近サングラスかけてなくても、あれ、コージ隊長ですよねって言われることが多くなりまして、はい、本当にありがとうございます。私のようなものに声かけていただいて、嬉しかったです。ありがとうございます。ね、YouTube をやったことによって、まあ、いろんな方にね、こう見ていただけるっていうことで、まあ、私自身も皆様のおかげで、まあ、このチャンネルがこうね、少しずつですけど、成長していって、いろんなところに行って、まあ、お声掛けもしていただけますし、まあ、そういうことによって、まあ、自分がまたいろんなライブに行けるとか、昔憧れだった人たちに会えるっていうのは本当に皆様のおかげだと思っておりますので、感謝しています。本当にありがとうございます。まあ、今後ともね、私もそうですが、もうこのチャンネルの方も愛していただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今回は本当にありがとうございました。素晴らしいライブが拝見できて本当に良かったです。次回またね、ちょっと見る機会があるんですが、また俺はキッズになってしまうのか、それともちゃんとライブレポートができるのか、見てる皆様ご期待くださいということで、今回は本当にごめんなさい、もうちょっと感動しちゃったんでね、それしか言ってないですけども、また次回見ていただけたらと思います。44マグナムの皆様、そしてね、今回の関係者の皆様とか、パルーザさんもそうですけど、皆様本当にありがとうございました。また今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日は以上でございます。面白かったなとか、また見てもいいよという方はですね、チャンネルの登録をしていただけると非常に嬉しいです。いいねやコメント、お便りもお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたね。